おはようございます。おはようございます。石くんチャンネル今日も始まりました。石くんです。なべちゃんです。いや寒いね。めっちゃ寒いよね。今日ね凍ってるもんだって。寒いっす。いや今日はね渡辺くんと二人でいつもの田川です。久しぶりでしょ。久しぶりです、うん、もう 4,5 年ぶりじゃないですか俺来るの。めっちゃ久しぶりじゃん。そしたらね、うん、まあ人釣れるよ。釣りたいっすよね、うん、寒いけどね。そうなんですよ、うん、まあ寒いけど今日も頑張ってやっていこう、はいはい、ね。はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。お願いします。なべくんスペシャルだねこれは。そう、うん、かわちゃんから提供してもらったのをつけて、うん、ボイリーをつけるみたいです。ボイリーも冷てえだろう。ついついです。リキッド つけてんの。そうっす、うん、こういう時最悪だなと思って、うん、手が何のリキッド。これピーチ&マンゴーにピーチ&マンゴーのリキッド、うんうん、あいい匂いする、うん、これ子供生まれたら気をつけないと食っちゃうよね。ちっちゃい子これな。食っちゃうですね、うん、特にフルーツ系のボイリーはね、まあ、パクッといっちゃいますね、うん。ボイリーって結構使う？ボイリー使う。あ、そうだよな、使うよな。団子にボイリーよくやってるよな。そうです、うん、あれですね、基本なんていうんですかね、団子にボイリーが好きっすね。うん、おーうーん、やっぱ人それぞれだよな。前は、うん、なんていうんですか、結構ボイリーあのいろんな種類をいっぱい持ってきてたんですけど、うん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 、でも最近はもうここに入るだけしか持たなくなっちゃったんですね。冷たいよ。冷たい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 。まあ基本この丸で、うん、餌を買いに釣り具屋って行かねえもんな俺。だからなるべく通販で済まして、うんうん、俺はホームセンター行くからな。基本通販です、ね、全部、うん、あ、そうそうです、うん、だからなんですかね、買いに行くと1日使っちゃうじゃないですか、うん、あ、まあ、釣り行けないじゃないですか、うん、だからせっかくの休みに買い物あんま行きたくないから、うん、その通販のやり方が分かんねえからな。うん。うん。うん。
ちゃになるもん。うん。うん、バッチリだね。おお、うん、今日来てよかったっす。あ、よかったっすか。よかったっす。はい、ここで鬼沢さんが参戦してくれました。いや、よかったっす、マジで。こんにちは。あ、こんにちはっす。動画はオフ会以来ですよね。オフ会以来です。はい。そのオフ会の後もやってるんですけどね。うん、まあその時はね、ちょっと動画撮る機会がなかったんでね。はい、うん。いろいろお世話になってますね。ありがとうございます。バッチリ釣ってってください、今日は。はい、頑張りたいと思います。そうですね。はい、まあでも、嬉しいですね。こうやってオフ会だけじゃなくて、その後もね、こうやって一緒にできるって。そうですね。うん。もう最高ですね。呼んでもらえれば、行けるとこなら行きたいと思いますんで。ありがとうございます。ちょっともう常に呼ぶよね、鍋くんね。そうですね。うん。釣りに行くときはね、鬼沢さんに電話するよね。うん、もう、はい、うん、来れれば来たいと思いますんで、はい、ぜひお願いします。今後もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、頑張っていきましょう。はい、やっと俺のアブが火吹く時が来たっすか。渡辺くんヒットです。センサーは入んね。あ、でも走ってるっすね。うん、うん、これは何かついてるよ。なんでセンサーを、うん、鳴ってる？あ、鳴った鳴った。あ、ついてですね。渡辺くん、手応えの方は？ついてる、ちゃんといる。鬼沢さん、すいません、ちょっとタモいいっすか、そこにあんの。いや、渡辺くん、そうじゃダメなんだよ。ここから魚を寄せるの。そう、動かないで。釣れた。マジ釣りたかったっすかね。よかった、これでもう取れたかバッチリだね。いや、これが鯉だったらいいんだ。うん、鯉だよ。うん、うん、そうで、魚が逆に走ったら逆に竿を溜めるの。いや、違う、魚が左に走ったら右に溜めるの。だから今だともうこっちの状態で、こっち溜め込むで、魚が寄ってきたら巻く。うん。そう。だから、ピトンの前から動かないで魚を取れるようにすると。うん。で、もっと寝かしちゃってもいい。ここまで来たら。そう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 。お。おめでとう。めちゃめちゃ綺麗ですね。やったー。綺麗な声釣れましたか。やった。あ、俺マットに置いていいですか。いいよいいよ。マットの出番っすよ。うん。うん。いいっすね。うん。大丈夫。次鬼沢さんのが釣れますから。はい、これ今。あ、今イサは取ってくれた。なんだ、重りかかったぜ。大丈夫、はいはい、行きますよ。はいはいはい、よし、いい子ですね。だ、今日はいい子だった。20ミリですか。20ミリです。へえ、よいしょ。さあ、サイズの方は64、65、うん、6? 5じゃないですか、上だね。あ、そうだな、66ぐらいか。66で、うん、おめでとう。
じゃあ渡辺君手持ちをお願い。よいしょ。うわ。はい、釣れました。感想一言お願いします。いや、やっと一本出ました。おめでとうございます。もう一回、サイズアップを狙って。そうだね、打ち返ししたいと思います。はい、お願いします、はい、よかったです。じゃあお別れの儀を。はい、ゆっくり帰ってもらって。うん、はい、ありがとう。さよなら。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。また次回の動画で会いましょう。